どうもチャップです。今回はスプラトゥーンをプレイしていきたいと思います。ということでレギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器は若葉シューターですと、それと久しぶりになるんかな、ギアを楽しんでいこうシリーズということで、今回はスペシャル増加量アップとスペシャル時間延長とスペシャル減少量ダウン、この3つガン積みして頑張っていきたいと思うんでよろしくお願いいたしますと。まあとりあえずバリア、もう若葉言うたらバリアなんで、バリアに関するギアをいっぱいつけてきたわけですよ。人移動速度とかつけても面白いかなと思ったんですけど、あれはまあ足がね速くなるから、まあ結果的にはスペシャル溜まりやすくなるんですけど、まあバリアには関係ないということで僕の脳内の中でなったんでね、そういうことにしといてください。噛みかけましたけど、はい頑張っていこう。まあとりあえずバリアいっぱい溜めましょう。バリア溜めまくってもガン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 いきたいと思う。守りの姿勢、今日は亀のチャップを見せていきたいと思います。なんでプラスですね、まあコンペイトーボムがあるんで、まあ敵さんにねささやかな甘みもねプレゼントできたらないいかなと思っておりますよ。まあそういうことで頑張っていきましょう。最高、ボムもうまいこと使ってきたですね。ボムを言うてほんま若葉言うたらボムっていうところもありますからね。やっぱりもうすぐバリア使っていくから、これもうすぐバリア、もうシンプルイズザバリアですよね。これもうチャップ自分にナイスしておきましょう。でマーキングつけられてるんでゆっくり、もうナイスですね。そのマーキング返しするところがね僕はほんまおしゃれやと思う。あ、ダイナモちゃんにやられそう。ボム投げときましょうか。上行ったのこれ、シンプルイズザチャップ。待って待って、来てない来てない来てない。あのねバリアを貯めてない状態では僕ほんまに臆病やからね。チャップはほんまビビリやから、バリアをしっかり貯めていく。あ、スピンクラー追ってきてるからね、ちょっと濡れる。ちょっと待って、来てる来てる来てる。シンプルイザチャップやん、シンプルイザチャップ。ボムどうぞ。うわ怖っ。あ、溜まりましたね。あ、今入っていったと、入っていったというか、まあ来てくれると思う。ゲッチュー。これがね、ハテナハテナハテナなんですよね。やられたことさえバリアなんです言うて、ボムで牽制しときましょう。はーい、どうぞ。これ前に出てきてくれたら挟めたりするんですけどね、ボムで、ね、うまいこといくかな。ちょっと微妙ですね。サクサクちゃんが溺れてるんで、ボムで牽制しつつ、そこ、ボム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 、ボク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 みたいな感じになってます。噛んでます。ナイスでしょ、行きましょう。ボムどうぞ。ちょっと攻められてますね。僕は怖いからさ、そんな汗で汗、ゆっくりゆっくり、もうほんまにもう小さなことからコツコツこういうことでね、噛んだわ、コツコツこうって、骨、みたいなね、カルシウム足りてるみたいな、足りてます、いうことで、ね、だだ滑りしたところで、バリア溜めてから行きましょう。そうそうそう、もう攻めんでいいんですよ。そんな生きらんでいいからね、ほんまにもうゆっくりいったらゆっくりいったら、もうナイスナイスナイス、もうナイスでございます。ボムどうぞ、ダイナモちゃんボムどうぞ。僕があのダイナモちゃんをね止めてあげれたらいいんですけど、どうかな、なかなか難しいところではありますが、帰りましょうか。やられる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 、うん、そこにおるぞ、そこにおる、なんか飛んできた。え、プロモデラーちゃんが、これこれちゃうわ、ザップちゃんが、ザッポーか、ザッポーがいましたね。あ、バリア使ってこいしよう。おー、危ない危ない、もう怖なったらすぐバリア使ってみましょうね。インフで帰って逃げる。オッケー、慎重に立ち回れてまっちゃうなーみたいなね、めっちゃ噛むいうことで、はーい。敵ちゃんのダイナモが怖いですね。ボム投げてるだけでもねちょっと牽制になるんで、だいぶ甘みは敵さんには与えれてると思うんですけど、どうかな。コンペイトーね、そこにおるな。こっち投げて入ってきたところ僕は食べましょうか。そこおったん、どこ行ったん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 、おるやん。ボム投げて、あかん、ブラスター。あ、ちゃうわ、ダイナモちゃんもおった。これはびっくり、チャップだよ、いうこと。あ、ステルスチャップか。ステルスチャップなんですね。はい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 、わかりましたわかりました。口の中ケチャップだらけになりました、いうことで、はい。頑張っていきましょう。結構あれですよね、慎重やと思う今日は、ほんまに。僕ほんまに今日結構ね、辛抱強いと思います。いつもやったらほんまに取っちゃうからね。もうゆっくり小さなことからコツコツこうや、コツコツこうなんですよ。とりあえずコツコツこう、コツコツこういうことで、よし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 、ボムプレゼントしていきましょう。ボム来て、来てるか来てるか、あかん、やられる。うわー危ない、やられる。ダイナモちゃんを倒しときたい、僕がなんとか。あ、よしよしよし、ナイスナイスナイス、もう完璧でございます。この人もう若葉ー。あぶなー、なんとか生き延びましたね。儚い命やったわ。でもね、イカちゃんはすぐやられるわけですよ。関係ないんですけどね、最近めっちゃねスプラトゥーン集中するな。なんか集中するな、変に集中しますね。6キル1です、916ということで、もう完璧にバリアのおかげですよ。もうバリア最高いうことでね、まあ平和に生きれてましたよ。引いてたらね濡れるし、あんま死なんのですよ、バリアもあるし。これがコンペイトの力、ちょっと違うけど。次なんや、延長やね、延長で頑張っていきましょう。はい、2試合目アロワナモールでスペシャル時間延長ガン積み頑張っていきましょう。3つもついてたらね、もう驚くべきほど変わってくるんでね、それをしっかり見せていきたいと思うんですけども、カーボン3人とリッターってめちゃくちゃ怖いやん。何あのリッター 3K のさ、リッターちゃん系のボス感ね、多分チャンさんでしょ、あれは。あれ間違いなくチャンさんがいる、敵にチャンさんがいるんで、やっぱ僕も負けてられへんねん。こっちにチャップさんがいるからね、チャンさんとチャップさんみたいな、もう似たようなもんでしょ、やっぱり。よくわかんないですけどね。リッターちゃんがそこおんのが、すげえ怖いな。
バリア僕使ってないですよ。ナイスです。ナイスナイスナイス、めっちゃナイスですね。ありがとうね、ほんまありがとう。センキューチャップですということでね、チャップですってたまに敬語になるんですよこれね。面白いことで、あと飛んでおいで飛んでおいで飛んでおいで、全然入っていってもいいんですけど、どうかな。あ、オッケー、ボムいいですな。ボム人生ボムですね。いうことで、まあそこ多分気づいてないんで、僕はさらーっと裏取りしていきましょう。バリアもあるんで、エイムがおじいちゃんになってもいけるようにはしておりますということで、さあこんにちはいうことで、あ、バリア使うんでよかったな。まあいいでしょう、一応使っておきましょう。いうことで、真ん中入ってらっしゃるのかな、カーボンちゃんの子とか。あ、いないですね。でこの辺ヌリヌリしておいて、あ、カンカン来てる来てる来てる、飛んできますからね、カーボンちゃんは。あの、ハローこんにちはチャップだよって飛んできますから気をつけとかないと。ボムを投げてしっかり見ていきましょう。あ、いいですね。でもスペシャルめっちゃ長かったでしょ。あの、あんま触れてなかったですけども、すごい長かった。それだけは分かってもらえたと思います。オッケー、ボム、そのコロコロボム、坂道コロコロチャップいうことね、コロコロコミックって。はい、すいません、あの、興奮してるわけですね。調子が良くてね。いうことでしっかり塗っていきましょう。バリア溜めたいな。バリアがちょっとまだちょっと溜まってないんでね、あんま溜まってないんで、そこバリアしっかり溜めていきたい。カーボちゃん気づいてないんじゃないですか、僕に。気づいてないと思う。あ、お、なんかスピーディーな、はい、速さですね。ボム投げて逃げましょうか。来てくれたら倒せるというね、淡い機会は残念であった。いうことでこっちからゆっくり行きましょうか。あの、カーボンちゃんも接近されてもすぐチャップになるからね。ボムでちょっと牽制しておきましょう。あそこおるぞ。あ、来た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 、カーボンちゃんカーボンちゃん。あ、ボム溜まったんで、ボムじゃないわ、バリア溜まったんで、バリア使ってゆっくり入っていきましょう。こうゆっくりね、時間をかけてゆっくりコツコツとこうやっていくわけですよ。あ、どうぞどうぞどうぞ、すごい長いからね、めっちゃシンプルに長いから、もうエイもおじいちゃんでもになせへんで。いうことでボムどうぞ。ボムは無理やったけど、そこにおると思うんですけど、あ、いないぞ。シンプルイザチャップですね。誰、味方ちゃんか。カーボちゃん飛んできたんかと思って一瞬もう鼻血出そうになりましたが大丈夫でした。いうことでボム投げておきましょう。カーボンちゃんの急激なね、あの、なんや、奇襲作戦だけに溺れてるよーめっちゃ。シンプルにチャップなってましたね。さあ、ボム投げつつ、撃ちつつ、おぉ、ちょっと、おる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 。あの、隠れてたんですね。おらん思って、とつったらこういうことです、やっぱり。チャップはね、あの、なんて言うんですか、爪が甘いわけですよね。充電器も赤くなってるわけでね、飛びながら充電器刺すわけですよ。まあ、なかなかおしゃれな立ち回りということで、ボム投げときましょうか。そこにおらんかったか、上に。いないかな。さあさあさあさ、もうあとはもうカーボンちゃんにやられそうなんで、この辺がボム投げてね、ボムを投げるコンペイトのお仕事をして終わりにしましょう。はいはいはい、左は味方ちゃんが見てくれてるでしょう多分。さあちょっと攻めようか。こんだけもう終わりされたら攻めていけると思うんですけど、どうかな。でもバリア溜まってないのが怖いですよね、やっぱりね。はーい。まあスペシャルの時間がすごい長かったですね。あの、やられそうなんて敵さんもね、もう終わるやろうと思って来た時にまだ続いてるというこのチャップのいやらしさがね、プリ詰まった動画でしたね。はーい。勝ててよかったでーす。ということで、1783、6キル1です。やっぱりデスを圧倒的にね、低くできますね、バリアがあると。いやー、素晴らしい。マップ変わりそうやな。変わったら、まあ、違うステージね、お楽しみください。ということで、減少量ダウン、最後頑張っていきましょう。はい、ラストマップ変わりまして、ネギトロ炭鉱でスペシャル減少量ダウン頑張っていきましょう。若葉ちゃんね、やられた時の減少量中なんで、小やったらね、あと一発撃ったら溜まるとこまでいけるんですけど、中やったら多分ガッツリ減ると思うんですよね。まあ、ただ3つもつけてたら、それでもマシやと思うんで、しっかりね、そこを見せていきたいというわけですね。だから今回僕がやられたデスは、まあ、全てね、わざとというね、まあ、素晴らしい仕組みになってるという、まあ、しょうもないね、言い訳をしておいて頑張っていきましょう。まあ、そんなん言わんでも、僕いつもやられるから勝手にね。いつも通りのこのギアやる時のトークが終わったんで、あとは頑張っていきましょう。左から行ったらな、リッターちゃんがおるからちょっと怖いんですけど、こっちから見ていきましょうか。さあ、ここで我慢して、しっかり我慢して、まだやられるの早いですかね。まだ早い早い。まだ僕やられるのよ早いと思うんで、バリアはちょっと取っといて、あ、来てますね。あ、もう使おうか。使いましょうか。で、ここでちょっと待って、塗る面積残しといて、よしよし、ぬるぬるの。やっぱね、バリア溜めてからやられたい。まあ、溜まらんでもいいから、もうちょっと、まだやられるのはちょっと早いですね。スペシャルが全然溜まってないんで、もうちょっとしっかり溜めていきたいと思います。チャージャーちゃんはどこ行ったんですかね。結構いると思うんやけど、ボムどうぞ。ボムおじさんは、今日僕がボムおじさんやからね、ようボムおじさんおるんですよ、スパラトゥーンの世界にはね。ただ今日は僕がボムおじさんいうことで一回帰りましょうか。攻めたくないんで帰りましょう。さあ、こっちを見ていきましょうか。こっち結構なんかゴリゴリやられてるんでね、ここいっぱい塗ってバリアを貯めていきたいと思いますと。誰かな、あ、チャージャーちゃんがおるんか。スプリンクラー祭りですもんね、冬のスプリンクラー祭りやん言うて、ほんまにね、うん、あかん言うて、それ宮川ちゃん言うてね。はい、行きましょう、友達か言うことですよ。さあ、バリア溜まりましたね。さあ、やられてもいける状態には、あ、バリア使っちゃったな。また使わんでよかった
たんやけどな、シンプルに。ちょっと降りていきましょうか。そこおるでしょうね。おいしょこの状態でやられても分かれへんから見といてくださいよ。地味に減ると思う、地味に減ると思う。ほらね、なんかほんまにそれ分かれへんやん、それなんか地味やん、それ髪切った、髪切ってない、え何センチ切ったみたいな、切ってないみたいなやつやん。例え意味分からんけどね、あのそういうことですよあかん、やっぱりあれでね、反射的にバリア使ってまうな、やばい、やられるっていう、なんかそういうなんか反射神経チャップやん、反射チャップが発動してるからね、ちょっと問題があるんですが、しっかり頑張っていきましょう。まだやられへんように、ああよしよし、逃げて逃げて、もうちょっとね溜まってからやられたいですね。あ、もういいかな、もうちょっと溜めたいな。一回はねちゃんとやられよ、一回はちゃんとやられる。やっぱそこほんまチャップ、ほんまお前そこはやっぱお前実況者としてのねプライドがあるやろチャップ、お前それ忘れた、ほんまにケチャップなるということでね、ボム投げときましょう。さあ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 、帰って帰って、もういいかな、このぐらいでやられて、おみこ、お味方ちゃん今の、あやられてたんか、ワープしたんか思った、面白いことになってますねって言おうとしたんですけれども、オッケー、やられてもいいんちゃいます、見といてくださいね。一回しか見せられんかった、これはもう実況者としてのもうほんま恥ずかしみやけど、見といてくださいね。ほらほら全然でしょ、すぐやん、全然減らんやん、もうすごい素晴らしいでしょ、まあ、これだけでまあ僕のあれなんやろ、役目は終わったあとは適当に頑張りましょう。まあ、来てくれてんじゃん、とつろか、とつろか、最後とつろか、とつって終わりにしましょうか。ボムどうぞ言うて、はいはいはい、バリア使って終わりにしましょう。はいはい、ほいほいほい。まあね、3つ積んでたから、今アホみたいにとつってもすぐバリア溜まったということですよ、やっぱ皆さんね。人生チャップですよ。ね。本当はもっとやられなあかんねんけど、やられたくないという心が働いてしまう。これもやっぱ人間らしいですよ。だって人間だもの、だってトマトだものみたいな。4キル2です、1780と、まあ、素晴らしいギアですよ。とりあえずこれショーやったらね、サブ2個ついてるんで、多分マックスの状態で生き返ってこれんちゃうかなと思うんですけどね。まあわかんないなまあ楽しくできましたね今回はね。今回言うて噛んでますけどね、まあ、口噛むのはね、噛んでるうちは僕調子よろしいですわ。はーい、ということで皆さんもね、もうバリア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 使いまくってください。もうバリア使ってほんま、バリア使ったバリアみたいな、なんかやばはい、ということで滑ったところで終わりにしましょう。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。